韓国のドラマやシリーズは何年にもわたって世界的に大成功を収めてきましたが、韓国のバラエティ番組はそうではありません。BTS のグループ活動休止に続いて、V としても知られるキム・テヒョンは、彼の最初のバラエティ番組、ジニーズ・キッチンに参加しました。テヒョンの世界的な影響力を利用して、CJN は Amazon と提携し、この番組をプライムビデオでグローバルに配信される最初の韓国エンターテイメントプログラムにしました。ジニーズ・キッチンは、韓国と世界中の視聴者に幅広い成功を収め、様々なストリーミングプラットフォームで高いランキングを獲得しています。オッドランキングサイトフリックスパトロールによると、ジニーズ・キッチンは、エピソード5がリリースされた後、プライムビデオの世界で最も視聴されたショー、で15位にランクされ、トップ20の中で唯一のエンターテイメントプログラムになりました。また、ジニーズ・キッチンはカンボジア、香港、インドネシア、マレーシア、モンゴル、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムなど10カ国で1位を記録し、トップ10入りして人気を集めている。15カ国以上で。大衆文化評論家のキム・ホンシクはインタビューで、テヒョンがジニーズキッチンの出演者として発表されて以来、密接にフォローしていることを明らかにした。防弾少年団は個々のプロジェクトを進めて様々な活動を行っています。その点で V のソジンへの出演は私が熱心に期待しているものです。キム・ホンシクはまた、ショウヘのテヒョンの関与が彼を韓国文化と韓流の主要人物にした方法を分析しました。K カルチャーの主人公 V の登場は、基地に富んだプロデューサーのナ・ヨンソクによる K フードのバラエティ番組など、K ウェーブと相乗効果を生み出すだろう、と伝えた。テヒョンはミュージシャンとしての成功を収め、すでにエンターテインメント業界の著名人としての地位を確立しています。個々のプロジェクトを追求する彼の影響力は、音楽だけでなく、ファッションやテレビエンターテインメントの領域にも広がり、K カルチャーの主役としての地位をさらに強化しています。